東京シティ・競馬トゥインクルレースメインレースを迎えました第11競走伝統の一戦ですデイリー杯第65回大井記念 s 1 4歳以上オープン距離 2000m 今年の出走馬13頭です馬場状態不良の発表 2000m 幾多の名勝負がこの舞台で生まれてきました どんな結末を迎えるかデイリー杯第65回大井記念スタートしましたほぼ揃った飛び出しから外の方11番タービランス出を伺いますがそのうち8番のグリード・パルフェ内の方からは1番のオールブラッシュオールブラッシュが先手を奪っていきますグリード・パルフェ2番手タービランス3番手そのうち3番のマルカン・センサー さらには12番のストライクイーグル9番のサブノクロヒョウと2番手集団固まりましたその後ろに13番サウンドトゥルー中段開いて2番バンズーム4番フレアリングダイヤ1コーナーカーブですあとは7番ジョーストリクトリ外側6番ブラックバゴ5番のクイーンズサターン10番のキャッスルクラウン最後方です前は向こう上面に出ていきます1番のオールブラッシュが後ろを離していきました大逃げになりました1番オールブラッシュ先頭 2番手は大きく離れました8番のグリードパルフェそして11番のタービランスこの圏内は3番マルカンセンサー12番ストライクイーグル固まった後ろに9番サブノクロヒョウ13番サウンドトゥルーそれから2番のバンズーム外側差を詰めて4番のフレアリングダイヤあとはばらけて5番のクイーンズ・サターン7番ジョーストリクトリ6番のブラック・バゴ離れて後方2番手最後方10番キャッスル・クラウンで変わりません 3コーナーカーブに入っていきます先頭1番のオールブラッシュまだ大きなリード残り600を切りました2番手集団差を詰めていく8番のグリード・パルフェ外から並んで11番のタービランス内は3番のマルカンセンサー前のオールブラッシュとの差を詰めていきます1番オールブラッシュリードが詰まってきて直線コースリード2マシンぐらい2番手3番のマルカンセンサー並んで11番のタービランス一気に外からタービランスが抜け出して先頭に変わる そして8枠2頭が迫ってきましたストライクイーグルサウンドトゥルー200を通過内は食い下がる1番オールブラッシュパービランスに襲いかかるのは12番のストライクイーグルあとは1番オールブラッシュ3番バルカンセンサーサウンドトゥルーはその後ろ抜けたストライクイーグルゴリ前走ブリリアントカップに続いて重賞連勝12番のストライクイーグル最後は抜けました 11番タービランス2番手3番手争いは1番オールブラッシュ3番マルカンセンサー3番マルカンセンサー1番オールブラッシュの3番手争い13番サウンドトゥルーはその後ろそれから2番のバンズームが続きました1番オールブラッシュが大逃げを打つ展開これを11番タービランス捉えて抜けようかというところ 12番のストライクイーグル外から足を伸ばして最後はタービランスとの競り合いを制しました12番ストライクイーグル安城三範文機種・三笘紀史騎手11番タービランスは2番手3番手争い最後2頭並んで接戦ですなお5番のクイーンズ・サターン4コーナー付近競争を中止しています デリー杯第65回大井記念が終わりました勝ち時計は2分7秒4上がり4波論53秒23波論40秒1ですそれでは確定までお待ちください 強威競,競馬第11競争についてお知らせいたしますただいまの競争の5番クイーンズサターンは4コーナーにおいて他の馬と関係なく馬体に故障を発生したため競争を中止いたしましたご了承ください